チームの登場です。愛菜園の皆さんです。今年はつなぐをテーマに、今までチームを支えてくれた仲間、応援してくれている人々の思いやご縁を次の世代やこれからに受け継いでいくという思いを込めました。今年から振付師が変わりまして、ダンス部に所属していた現役の高校生が担当してくれています。愛媛県のチーム14回目の参加、愛菜園の皆さんです。こちらの皆様こんばんは。ご紹介預かりました、愛媛からやってまいりました愛菜園と申します。よろしくお願いいたします。チーム名は、愛媛の彩りになれるようにということで、愛媛の間に彩りという字を入れております。そして今年のテーマはアナウンスがありましたが、つなぐということで、これまでのつながり、そしてこれからつながる皆さんとのつながり、これを、ね、一緒に盛り上げていただいて明るい未来になるように、演舞したいと思いますので、皆様のお手拍子、お心拍子、何卒よろしくお願いいたします。ありがとうございます。では愛菜園2024のテーマ、つなぐ、ご覧いただきます。はっ、構え。愛菜園2024テーマはつなぐ、皆様と一緒に明るい未来を作ってまいりましょう。
ありませんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。愛媛県のチーム愛菜園の皆さんでした。